フィリップス・ウィレムは、オラニエコー。オランダ総督、オラニエコー・ウィレム一世の長男。母アンナは、エフモント・ハクラ・モラールと同族である。名前は、父の子君、神聖ローマ皇帝カール五世の息子フェリペと、父の名前を取って名付けられた。1568年に、スペインへ拉致され、マドリードで、カトリック教徒として育てられた。そのため、80年戦争に加担せず、 オランダ共和国の内政にも関わらなかった。父ウィレムによって相続人から外されていたにも、関わらず、1584年に、父が暗殺されると、オラニエ公領などの医療を相続したとして、イボテーマウリッツや、フレデリック・ヘンドリックと争った。1598年から、ブリュッセルやブレダで暮らし、南ネーデルラントにあった、オラニエ・ナッサ受けの財産を、自らのものとした。 1606年に、コッコー、アンリ一世の娘エレオノールと結婚したが、子供はできなかった。1618年、ブルッセルで謎の死を遂げた。その後、イボテー・マウリッツが、オラニエコーを継承した。ありがとうございます。